つい、きつい。でもここ我慢したらラスト持ち味あるから。辛い、苦しい、楽しい、嬉しい、全てひっくるめて生活の一部でもある。朝起きるのが辛いですし、早く寝なきゃいけないのも辛いですし、足痛いのも辛いですし、嫌なことばっかりなんですけど、それでもやる。辛いとか苦しいとかっていっぱいあるけど、それも含めて自分が走るっていうことが楽しい。どんなに努力してもその結果が出なければ意味がない。こんだけやってきて結果が出なかったら嫌だな。まあそれは僕は意外と楽しめる人なので、ちっちゃなゴールでもいいんで見つけて毎日やっていくっていう中で、体と心が一致してくる、まあ、当たり前の基準が上がる。この練習がどういうふうに自分の身になるかっていうことばっかり。楽しくなくなることが辛い。スポーツという場が自分の自己表現の場でもあり、自分の存在価値を示す場所でも。楽しいだけだったら間違いなく走ってない。それでやってた意味ない。まだ自分に限界がない。あれ、いけるんじゃない、いけるんじゃない。走っている中で一番、この中で一番。